はい、おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はですねジュードロティの方を詳しく説明していきたいと思います。ガニチュアロマティック、いつもより小さめに切ったミルポアですね。それと首吊るの方を細かくこのように刻んでいきます。鶏ももの片方を焼いて15分経った後ですね、一回取り出してひっくり返す前に首吊るなどを入れます。また15分経ちました。このようにですね首吊るもよく焼けてきたのでガルニチュールアロマティックを足します。はい、これでこの温度表向きのままこの向きのままラスト15分、はい、このように焼けてきました。ちょうどいい感じですね。このようですね、でプラスに入れて痩せますます。それではボティーボライの銃取っていきますね。このようにシュックが下に溜まってますので、まず余分な油を取ってやります。状態でここから10仕上げていきます。白ワインを入れます。この白ワインの代わりにマデラ入れてもいいですし、ポルト、バンジョーヌ、旨味を剥がしながらアルコール分を飛ばします。そうですね、ここまで詰まったら、フォンブランドボライですね。前回紹介したフォンブランドボライを入れていきます。で、このようですね、前回取ったフォンブランドボライですねが、で、いい濃度まで煮詰めてあります。これぐらいですね。それではパッセしていきますね。まあ、いい頃合間に煮詰めてください。そしたらパセします。パセしますね。はい、油ですね、油をちょっと入れてあります。塩、胡椒、ビネガーですね。赤ワインビネガー入れると味が締まって、ちょっとした隠し味ですけども、ほんと数滴入れてやるとだいぶ味が変わります。最後にブラックに残った肉汁を順に入れてやります。